はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング中の人 A です。今回はね、PC が買えない悲しい中の人 A のお話と視聴者ファンディングについてね、お話していきたいと思います。まあ中の人ゲーミングね、中の人 A と中の人 B がいますが、2人とも大学生でですね、まあ中の人 A はですね、昔山岳部にいたんですね。もともと中高がね、ワンゲルにいて、まあ高校の頃はね、柔道部にもいたんですけど、まあその流れでね、まあ大学に入っても、まあ山岳部と、まあ柔道部に入ろうかなと思っててですね、まあ実際第一になってですね、入ったんですが、まあまあね、忙しいことこの上ないっていうかね、そもそも練習ブッキングしてんだけどみたいなね、そういうことになってですね、まあどっちか辞めるということになり、まあ辞めたのは柔道部でしたね。で、まあ山岳部に入ってですね、山岳部、大学の山岳部ね、まあ時々人は死にますが、まあ本当に様々お金かかりますよ。そうですね、例えばね、装備代ですね。装備代もね、まあ元々僕山に行くね、男の子だったんで、まあ物もね、服とかはあったんですよ、何気にね。コンパスとかね、それで細かい機械はあったんですが、機械っていうかね、ギアはあったんですが、まあそうは言ってもですね、やっぱりね、中高のね、山岳部とかワンゲルと、まあ大学ではね、またさらに違い、まあ厳冬期の冬山にもね、行けるような装備をね、持ってくるんで、まあ、かなりかかりますよね。まあ、ざっくり10万ぐらいかかったんですかね、あれね。わかんないですけど、どんくらいかかったか。まあ、お金かかりですね。まあ、もちろんね、OB の方にもね、まあ、うちの大学の山岳部も、幸か不幸か、かなり歴史と伝統がある山岳部だったので、OB のね、方々にね、直接、間接等でね、お金をいただくことがね、まあ、ぶっちゃけて言えばありますが、そうは言ってもですね、お金、まあ、かなりの額もらえるわけですけど、まあ、そうは言ったってね、自分の金になるわけじゃないんで、ねえっていう。まあ、どんどんお金なくなりますよ、結局ね。山に行くって言ったってですね。まあ、普通に交通費かかりますし、まあ、うちの大学もね、関東のどっかにあるんですけど、関東のどっかからね、まあ、長野とかね、山梨とかね、日本アルプスに行くんですけど、大学の、関東の大学はね、行くんですが、まあ、大体ね、夜行バスとかで行って、まあ、そこからタクシーで、まあ、現地まで行って、で、現地で寝て、朝から行動みたいなパターンが多いんですね、これ。まあ、まあ、かかりますよ。夜のタクシーとかね。かなり距離行ったりとかするとね。まあ、ほんとかかるんですよ、これがね。バカになんないっすよね、っていう。まあ、そんなこんなでですね、お金はかかり。まあ、さらにですね、年間参考日数。まあ、1年でどんくらい山行くかってね、100日目標なんで、100日が目標ってさ、365日だよ、だって1年間って、みたいなね。頭おかしいよ、君って感じですけど、まあ、どんどんね、お金はなくなるというわけですね。で、そしてですね、まあ、そのお金かかるって言ったって、大学生暇だろう、バイトしろよ、と思う方もね、多いと思うんですが、まあ、確かにおっしゃる通りなんですが、まあ、ついでにバイトしてましたけど、その頃もね、まあ、今とは全然違うバイトですね。今とは全然違うって言ってもね、今に比べてですね、はるかになんかわけわからない感じでしたね。なんか怖かったです、大変ね。怖い怖い。まあ、いいや。で、まあ、何やともあれですね、まあそんなこんなでですね、まあかなり忙しいんですよね。なんで普通にバイトできないかっていうと、年間参考日数100日で、準備とかね、やっぱ練習とかあるんで、まあ実際にね、部活があるね、日とかはまあ相当な日数ですし、まあやっぱり大学生って、まあ学年がね、比較的早いうちは、まあ、かなり忙しいじゃないですか。必修とかね、語学の必修とかがあって、まあそれをサボれないんで基本的に。まあ忙しいじゃないですか、そういうのもね。で、まあ、さらに追い打ち来るのが、あれでしょうね。まあ、山岳部って1週間とか1ヶ月とかいないんで、山行って。まあ、なんていうんですか、塾校とかだったら、まあ、無理っすよね。まあ、1週間いなくなられたら、まあ、生徒の方困っちゃいますよね、やっぱりね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、やっぱりね、なかなかバイトもね、まあ、ちゃんとしたバイトをですね、することはできずですね。まあ、どんどん山に行ってですね、お金がなくなっていくということなんですよね、これね。つまりね。まあもちろんね、山岳部にいればね、大変ありがたいこともいろいろあるんですけど、お金がなくなるっていうのはですね、まあ正直かなりね、まあ、決してね、偽ることのできない真実でしょう、これはね。まあよっぽど家がウルトラ金持ちとかならね、いいかもしれませんけど、まあなかなかは山岳部に入ったらですね、まあ他のお金がかかる趣味は無理ですね、基本的に忙しい趣味だね。そんな感じです。まあ何はともあれですね、中の人 A もね、山岳部辞める日がやってきたんですね。まあ卒業するから辞めるんじゃなくて、僕が辞めたいから辞めるんですけど、まあクビになったわけでもないですし、まあ何はともあれね、いろんなね、思うことがあったんでしょう、当時の中の人 A も。まあね、山岳部辞めたんですよ。で、そして次に始めたのが10ですね。
まあ、銃ってね、7、8、9、10じゃなくて、まあ、今持ってるスカー的なね、ライフルでもなくて、まあ、クレーのね、ショットガンですね、ダブルバレルショットガンですね、上下2連散弾銃というやつです。BO のね、最初に出てきた、ショットガンの、なんていうんですか、なんか2発しか入ってない、なんか使えねえショットガンがあったと思うんですけど、使えねえか、あれ。わかんねえや。まあ、使えねえな、あれできっとな。まあ、あんな感じの銃をですね、まあ、所持してるんですね、中の人言えば。うん。まあ何はともあれ銃所持しようと思って、まあ僕がやってる競技がトラップっていうね、競技の種目で、トラップ射撃やりますね。まあ、うん、腕前普通よりちょい増しぐらいかな。まあそんなもんでですね、まあいいんですけど、まあまあですね、まあ銃所持しようとするとですね、お金かかります。まず申請3万、うん、ざっくりね、かかりますね、3万円。かかってですね、まあ銃もですね、まあ僕の銃クソ安いんで3万なんですけど、まあ、ガンロッカーはケチれないんで4万ぐらいですかね。まあ、合わせて7万。で、まあ、申請と合わせて10万ぐらい。で、さらにですね、いろいろですね、イヤープロテクターとかね、まあ、さまざま金かかるんで、まあ、ざっくり15万ぐらいは正直かかりますね、これね。うん。まあ、そんなこんなでですね、まあ、所持するのに金かかるわけなんですけど、まあ、所持してからもですね、まあ、中の人、まあね、皆さんご存知かな？わかんないですけど、ご存知のようにですね、まあ、ウルトラガンマリアでね、銃大好きってことで、銃撃ちまくるんですね。まあ、銃撃って撃ちまくるんですけど、撃って撃ちまくるにはですね、弾が必要なんですよ。まあ、僕が使ってる弾もね、GB トラップっていう一番安いやつなんですけど、一番安いやつでもですね、まあ、撃って撃ちまくるんで、まあ、中の人でどんどんお金なくなりますよね、それね。まあ、警察にね、まあ、警察署にですね、猟銃火薬ね、譲り渡し許可証というものをね、発行していただくんですが、まあ、それもですね、まあ、すげえスピードでですね、使い切ってですね、警察のね、僕の担当の人がですね、なんかビビるってかね、びっくりするよね。なんかすげえびっくりした。誰々くん、もうこんなに使い切ったのって言われてですね、はいって言ってね、じゃあ1年分出しとくねみたいなね、なんかすげえなんかね、競技選手でもそれ使い切んねえじゃねえかレベルでですね、なんか法律の制限ギリギリのですね、まあ、1個手前を出されましたね、僕はね。うん、弾すげえスピードで使ったんで。まあ何はともあれですね、そうやって弾ボンボン打ってるうちにですね、お金もなくなってですね、まあお金なくなって、まあ中の人へのですね、家のね、まあ貯蓄してるっていうかね、置いてある弾の数もですね、大変少なくなったというわけですね。うん。まあ、具体的に何発か言うとね、まあ怒られるんで言いませんが、まあそんな言う風になってるということですね。はい、お金なくなりました、こうしてね。まあね、こうやってですね、まあ銃の弾にね、最終的にね、吸い取られていったということですね、これね、中の人へのお金はね。うん、まあそんなこんなでですね、まあ中の人へはね、ウルトラね、貧乏になっていくということでしょう。じゃあお金がないならね、パソコンをね、買い替えるタイミングで、ゲーミング PC にしちゃえばいいじゃんってね、もうちょっとお金出してね、そうすればいいじゃんっていうのもですね、大変ね、妥当な主張なんですが、大変悲しいことにですね、まあ中の人でね、ゲーミング PC が欲しいというふうに思う前にですね、ちょっとね、まあ最近っちゃ最近なんですが、まあどんくらい前か忘れましたけど、パソコンぶっ壊れまして、パソコンね、一つはそれでぶっ壊れたやつを直してですね、もう一個買ったんですよ。で、それが Windows 8なんですね。はい。どうしようもないですね、これね。うん、Windows 8がどうしようもないっていうのが問題以前にですね、これ家庭用のパソコンなんで、ちょっと、ゲームするやつじゃないっていうね、そんなゲームしようとしたらぶっ壊れますから、これね、処理落ちするんで、まあ、無理っていう、悲しい現実ですね、はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、中の人へがですね、PC を買うのはね、まあ、中の人への、手元に PC がやってくるのは、まあ、まだまだね、遠い未来なのかなというふうに思うということですね。まあ、近い将来になってほしいんですけどね。まあ、そんなこんなでですね、そろそろね、視聴者ファンディングのね、お話をしていこうかなというふうに思います。視聴者ファンディングというのはですね、多分見かけたことがある方も、いらっしゃるかと思うんですが、このチャンネルを支援するっていうですね、欄ですね、YouTube のね、まあ、様々なチャンネルにね、あると思うんですが、まあ、これ支援するっていうのはですね、まあ、ぜひね、寄付的な行為でね、中の人ゲーミングにね、中の人 A にお金が、まあ、中の人 A にも来ますけど、まあ中の人ゲームに寄付するんですけど、まあこれね、悲しいことにですね、クレジットカードが必要なんですよ。で、クレジットカードの情報を入力しなきゃいけなくて、で、まあもちろんね、そのクレジットカードの情報は機械的に処理されただけなんで、僕たちがね、知ることはですね、天変地異が起きてもないんですが、まあだいぶね、まあちょっとハードルありますね、やっぱりね。うん、で、そしてですね、まあこれね、悲しいことにですね、うちのチャンネルってね、そもそも多分 YouTube を見てる方っていうのがまずそうだと思うんですけど、比較的クレジットカードを持ってないような若い人が多いと思うんですよね。まあ、
まあ10代後半だってね、まあ20代前半だってね、働いてなかったらもね、低収がなかったら、まあクレジットカードをね、持ってる方とかね、そもそもクレジットカードが必要ない人だってね、世の中いると思うんで、持ってない人は寄付できないじゃんっていうことになってるんですけど、ね、まあぜひクレジットカードをね、お持ちの方は寄付していただけたらということですね。まあ、たった1円でもね、いいんで寄付してくださいという感じなんですが、金に困ってるんで、まあ、1円を寄付していただけるのはですね、大変ありがたいんですけど、大変申し訳ないことにですね、100円からしか寄付できないですね、システム的にね。はい。100円単位で寄付できますね、これね。はい。まあ、そんな風になっているということです。まあ、それがね、視聴者ファンディングのシステムということです。ついでにですね、なんていうんですかね、視聴者ファンディングもね、実は手数料かかってて、まあ、皆さんがね、寄付する額が、まあ、例えば100円だとしたら、まあ、ざっくりですね、22円と 5% なんで、27円分はですね、Google さんがね、手数料として引いてですね、行くんで、まあ、もしですね、もしですよ、まあ、このね、動画かなりね、まあ、再生、まあ、比較的再生されると思うんですけど、まあ、もしですよ、まあ、お金に困ってない税的なですね、大変ありがたい方がいてですね、うちのね、中野人ゲーミングを支援していただけるという方がですね、もし万が一いればですね、ぜひ、うちのチャンネルの概要のね、お問い合わせからね、まあ、問い合わせていただければね、対応させていただけますので、ぜひね、まあ、様々なね、支援をお願いしますという感じですね。はい。というわけでね、視聴者ファンディングのね、お知らせと、中の人、なぜ金欠になっていったかというね、まあ、そういう話でした。この動画ね、気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。